今、立花の早成さんで糸内親王伽門という作品を著作品にしたいなと思って鉛筆で、練習をしています。でこれはちょっと小さいのでこれを拡大コピーしてきました。
しいところもあるんで、ちゃんと調べてもっと練習したいと思います。